その後、最新の観測技術や高速ネットワークに対応し、早期探知アルゴリズムを改良した、早期地震防災システムが開発された。2004年に発生した新潟県中越地震による上越新幹線脱線事故を受けて、新幹線車両が地震などにより脱線した場合でも、車両がレールから大きく逸脱することを防止する、車両逸脱防止、L 型ガイドを開発し、 2008年度上期までにすべての新幹線車両に設置を完了した。1969年昭和44年5月30日に新全国総合開発計画が閣議決定された。この中で主要開発事業の構想として東京から高崎を経て日本海沿岸地帯を結ぶ上越新幹線鉄道の建設を進めるとともと 現在の上越新幹線に相当する新幹線鉄道の建設構想が盛り込まれた。1970年昭和45年に全国新幹線鉄道整備法以下は全幹法と逆起が交付された。この法律により逼迫する幹線の輸送力増強を目的とした東海道、山陽新幹線とは異なり経済発展や 地域の振興を目的とした新幹線の建設が行われるようになった。1971年昭和46年1月に全館法第5条第1項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画は46年国時第17号により東北新幹線東京と盛岡市上越新幹線東京と新潟市 成田新幹線、東京都成田市の基本計画が公示された。この基本計画において、上越新幹線は、東京都を起点に、新潟市を終点とすることが示された。同年4月1日に3路線の整備計画が決定された。上越新幹線は最高設計速度時速 260km と、され、建設主体は、日本鉄道建設公団とされた。 1971年、昭和46年10月12日に、上越新幹線、大宮新潟間の工事実施計画、その1の認可申請が行われ、14日に認可、12月に上越新幹線の工事に着手した。工事実施計画その1において、東北新幹線のターミナルを、東京駅、上越新幹線のターミナルを、新宿駅に設け、 この両ターミナルより、大宮駅に至る路線を建設とされ、また、線路容量、ターミナル容量は十分であるので、東京、新宿、大宮間の線路の建設については、別途工事実施計画を提出することとされ、現在に至っている。開業当初は最高速度時速 210km、12両編成の計画であるが、 最高速度時速2 6 0トル、大きな手戻りなく16両編成に対応できる建設基準であった。1973年4月26日から東京都北区、戸田市、与野市、浦和市、与野市と浦和市は、現、埼玉市などで非常に大規模な反対運動が発生している。工事地内への見張り、矢倉の建設、居座り行動、デモ行進、 国鉄説明会打ち切りなどが実施され、東北上越新幹線の騒音対策や最強線の快速停車駅数など地元の要望が実現化するきっかけとなった。この一連の反対運動を東北上越新幹線反対運動という、詳しくは内藤ページ及び最強線当時の沿線住民の反対運動を参照。 認可時点での完成目標は1976、昭和51年度であったが、オイルショック後の経済悪化や国鉄の経営悪化などにより、1977年、昭和52年には、完成目標が1980、昭和55年度に、1981年、昭和56年には、完成目標が1986、昭和61年度に繰り下げられた。 1979年3月20日には建設工事中だった大清水トンネルの歩東の沢高区県境付近から群馬県より約5キロ付近で火災が起き16名の死者を出したこの入り口は歩東の沢社校として点検等に用されており隣接して巡植の石組が混流されているそして中山トンネル工事中に2回の異常出水事故が発生した 部会のトンネルを掘るなど工事は難航した。1980年、昭和55年12月には、東北、上越両新幹線の開業を1982年、昭和57年春とし、仮の始終着駅を大宮駅とすること。大宮上野間の開業を1984、昭和59年度とし、東京上野間についても引き続いて、 完成に努力することが発表された。東北新幹線、大宮森岡間との同時開業は果たせず、5ヶ月遅れの1982年11月15日の開業となった。1987年、昭和62年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、上越新幹線の鉄道施設は新幹線鉄道保有機構に移管された。 東日本旅客鉄道 JR 東日本は新幹線鉄道保有機構にリース料を支払い鉄道施設を借り受けて運営していた。1988年昭和63年3月13日のダイヤ改正通称一本列島より上越新幹線朝日が最高速度時速 240km 運行を開始した。 これにより上野新潟間の所要時間が最短1時間39分に短縮された。これに合わせて北陸方面への速達列車として在来線特急、輝きが運行を開始し、長岡駅乗り次により上野富山、金沢間の所要時間は大幅に短縮されたことで、このルートが東京から北陸方面への主要なルートになった。1990年、 平成2年3月10日より、さらなる所要時間の短縮を目指して、山間部のトンネル区間を中心に、高下高原浦佐間の下り線、大宮起点1 3 9キロメートルの1 7 6キロメートルで改造を施した200系、海90番台製による、最高速度時速2 7 5キロメートルの営業運転を開始した。a t c の車内信号源時が、朝日、 200系、海90番台編成の場合は、時速 275km、1992年、平成4年に営業を開始した東海道新幹線、のぞみ、00系の場合は、時速 270km であることから、日本一速い新幹線と言われていた。実際には、ATC の頭打ち速度は、のぞみも、時速 275km だったため、 ATG の抑止速度で考えた場合の最高速は、同速ということになるが、営業速度で考えた場合はこの、朝日が最速であった。200K、回90番台編成による、時速 275km 運転は1999年、平成11年12月4日まで続けられた。1991年、平成3年6月20日に、 東北新幹線東京駅上野駅間が開業し、上越新幹線も東京駅の乗り入れを開始した。東京駅へ向かう場合の在来線の理解が不要となったことにより、所要時間は、東京駅新潟駅間で2時間6分から20分、短縮されて1時間40分、東京駅坂田駅間、朝日、稲穂では4時間20分から34分、短縮されて3時間46分、 東京駅金沢駅間、朝日、輝きでは4時間20分から22分短縮されて3時間58分となった。同年10月に新幹線鉄道保有機構は解散し、上越新幹線の鉄道施設は JR 東日本に優勝で譲渡された。上越新幹線では開業以来、速達タイプ、朝日と各駅停車タイプ、時有列車相性であった。 しかし、東京高崎間などの近距離需要の増大に伴い、時に比べて所要時間の短い朝日の乗車率が高くなり、長距離利用客が指定席を取りづらくなっている一方、高崎北で各駅停車、時の乗車率が大きく減少する傾向にあった。さらに、1997年、平成9年は、東京長野、北陸方面においてが、 運行体系の大幅な変化が生じた。1997年3月の北越急行、北北線の開業に伴い、東京から北陸地方の鉄道の最短ルートが長岡駅で在来線特急、輝きに乗り換えるルートから、越後湯沢駅で北北線経由の在来線特急、白鷹に乗り換えるルートになることで、越後湯沢駅の利用客が増加すること。 さらに同年10月は、北陸新幹線、高崎長野間、長野新幹線の開業に伴い新幹線、浅間が上越新幹線に乗り入れるなど、運行体系を大幅に見直す必要が生じた。それに伴い、1997年10月1日の北陸新幹線開業に合わせて、上越新幹線においても、運行区間を基本とした運行体系に変更された。 近距離需要及び越後湯沢の理解への利用客向けに東京高崎、越後湯沢間の各駅停車タイプを27本から39本に増発し、愛称を谷川とした。また、遠距離需要を主とする東京新潟間の列車愛称は朝日に統一した。これにより、上越新幹線において各駅停車タイプとしての時の愛称は廃止された。しかし、 長野新幹線、浅間と上越新幹線、朝日は一文字違いであり紛らわしいことから、2002年12月のダイヤ改正で速達タイプの列車名を時に変更した。長きにわたり、上越新幹線は北陸地方へのアクセスルートの一部のになってきたが、2015年3月のダイヤ改正では、 北陸新幹線長野駅金沢駅間が開業し、東京都山、金沢間のルートは北陸新幹線となった。これにより、高崎南での北陸新幹線の乗り入れ本数の大幅な増加や、越後湯沢の理科への在来線特急、白鷹の運行終了など、東京北陸方面の運行体系に再び大幅な変化が生じた。上越新幹線においても、 運転本数の見直しが行われ、時の東京新潟間一往復、谷川の東京越後湯沢間七往復、東京高崎間零点五往復が削減された。2004年10月23日17時56分頃に、発生した新潟県中越地震により、新潟、群馬県内で7本の列車が被災し、SFN、久保村慶助、町田藤尾 2006pp 16、 92, うち2本は、運転を再開したが4本は停電などで動けなく、なった。そして、東京発新潟行の時325号、200系、k 通5編成、重量編成。2005年3月25日廃車は、持続、約 200km で走行中、長岡駅の手前約 5km、滝谷トンネル先の地点で重量中8両が、脱線した。 1964年10月1日の東海道新幹線開業以来、日本国内の新幹線史上初の営業運転中の脱線事故となった。詳細は上越新幹線脱線事故の項を参照のこと。この地震の影響で、浦佐長岡間の高架橋、トンネルなどの設備が損壊し、越後湯沢新潟間が不通となった。このため、十月三十一日から、 普通区間に代行バスを運行する一方、応急補強工事、トンネル5本の復旧作業、高架橋の耐震補強工事が実施された。長岡東北の区間については、イーストアイを送り込めないため、京浜急行電鉄から借用した軌道検測車を陸送して、軌道上を点検した後に運行を再開した。地盤が隆起した、魚沼トンネルと、妙見トンネルについては、 一旦軌道を撤去した上で岩盤を削るなど、新線布設と同様の工事が行われたが、年末年始の規制ラッシュに間に合わせる形で二千四年十二月二十八日に、全線で運行を再開した。復旧後も当面は、越後湯沢沿三条間で七0時速百十キロメートルの徐行運転を実施する区間があるため、通常ダイヤを基準に、越後湯沢以北で十五分前後の遅き、 下り、総発、上りさせる特別ダイヤが編成された。なお、2005年1月22日には通常ダイヤとのズレが5分前後に緩和され、3月1日からは通常のダイヤに戻っている。また、その他の道路交通も寸断されたため、羽田空港と新潟空港を結ぶ航空便も臨時開設された。この地震の際、新潟新幹線運輸区の乗務員は、 東京越後湯沢間の乗務のために、氷山まで出た上で東京入りし、乗務列車に乗り込む方法と丸の内手の開く等への一時転属などの臨時措置を行った。2018年度から2020年度にかけて、上越新幹線に e 7系を11編成132両、投入し、2020年度末までに e 4系を e 7系で置き換えるとしている。 2018年5月16日に、東北新幹線内の上野駅大宮駅間の、内埼玉県内の区間の最高速度を、将来的に現行の時速 110km から、最大時速 130km に引き上げることを、発表した。2018年5月下旬から、おおむね2年程度をかけ、急音盤設置や防音壁かさ上げといった、騒音対策等の地上設備の工事が行われる。 これにより、最大1分程度の時間短縮が見込まれる。2019年5月8日に、上越新幹線大宮駅新潟駅間の最高速度を、現行の時速 240km から時速 275km に引き上げることを発表した。2019年5月中旬から、おおむね4年程度をかけ、吸音盤設置や防音壁かさ上げといった。 騒音対策等の地上設備の測量及び工事が行われるとともに、2022年度末までに上越新幹線の車両を E7 系に統一する。これにより、大宮駅新潟駅間で最大7分程度、大宮駅高崎駅間を走行する北陸新幹線においても最大2分程度の時間短縮が見込まれる。5. おさむき。